スタイルヨガのクラスで一番やる太陽レッドの動きを一緒にやっていきます。吸ってより頭の上、視線を下、吐いて腿の付け根から体を上、吸う呼吸、腰から背骨伸ばし、フラットバック、両手を両足の横、一歩ずつでも起き、ジャンプで足を後ろに引けたら、ジャンプで足を後ろ、チャトランガを2回プッシュダウン、吸ってから顔を前、アップワードフェイシングロック、吐いてダウンワードフェイシングロックで呼吸です。吸って左の足を背骨の延長線上、吐いて手と手の間、左膝90度、右の肩甲を床に下ろして、両手を頭の上、胸の中心を押さないウォーリアー選手のポーズ、吐く呼吸で右を向きます。両手を肩の高さ、視線を左手に先、ウォーリアー2、左の手のひらを天井に向けて吸う呼吸で、今右手を腿の裏側地面に、吐いて左手を左の足の外、右手を空に向かって伸ばし、視線を右手より先で、右手を右の横まで持っていって、サイドエクステンデルポーズ、右のかかとから右手の指先までを、さらに余裕があれば背中の後ろで手をつなぎます。右手腰の後ろ、左手腿の内側から上体を引き上げて、さあ右の足を前の足に揃えて、体重を右の足、ここから左の足をじわじわと伸ばしていって、バランス、左の足を空に向かって伸ばしても構いません。十分にバランスを感じ、左の足をマットに下ろします。右の足を床から浮かしていって、ハーフムーン、バインドした状態で行います。手を開いて、両手をマット、スタンディングスプリット、おでこ腰を近づけます。右の足を左の足に揃えて、両膝を曲げて、両手を頭の上、内肩をそのチェアポーズ。このままキープでもいいです。さらに、サイドチェアポーズ、手を開いて、胸をオープン。このままキープでも OK。さらに余裕があれば、フローです。ももを肘の上に乗せて、体重移動、左の足を後ろに引いて、右の足を前に伸ばしてもいいです。で、ちょっと練習すれば、これ皆さんもできるようになります。私は運動もすごく苦手なんですけど、できたからみんなもできますよ。で、胸の中、よく空、吐いて、ふう。腰から背骨を伸ばす、両手を両足の一歩ずつでもいいし、ジャンプで足を後ろに引けたら、ジャンプで怖がらずにお尻をここを切ったとかって練習中。